今回は山田涼介さんの運勢を見てみます。履歴一覧から呼び出します。2023年10月、中心星星間、年欠陥は飛検です。年のタブをタップします。年運欠陥運飛検、運勢ランク BB、運のけじめのタイミング。基本的に、飛検運で物事にけじめがつき、新たな人生をスタートさせることになります。名式に戻って、大運の一覧を見ると、2025年1月に30年の運の大きな節目である節木運があります。この時期は、前後も含めて自分の意思に関わらず、今までの生き方を変えざるを得なくなることになります。節木運について説明すると、30年で大運の季節が変わりますが、その大運の季節の節目が節木運になります。この名七アプリでは、大運の季節ごとに色を変えて、一目で大運の節目がわかるようになっています。ちなみに、夏は紫色、秋はオレンジ色、冬は水色、春は緑色で表示しています。節木運とその前後数年の年運が変換や飛検となる場合は要注意です。特に人生の後半、つまり50代以降の節木運は命に関わることも起きますので、要注意です。今回はここまでです。